メント三冠統一ヘビー級選手権試合一本勝負です。まず秋山、小橋、蝶々橋、序盤戦バックを取った、おっとブレイクします。チョップテールボー、ロープを飛んだのは秋山、早谷と見張るものがあります。エルボーを打ち込んでいきました。大きいこの勢いですね。その勢いを買ってこの間チャレンジにつなげました。秋山がトータル3回目の三冠戦挑戦ということになります。エルボーから小橋をロープに振った、自らもロープに飛んでジャンピングにじゃないかと思っていました。キャリアからあの有利の道はあると空時間の流れを秋山がその総席解説、馬場さんはポイント。さあ今度は2度目の大田君でしたんですが、力は接近してますからね、誰が勝ってもね、研究新シリーズ、このシリーズを治療のためにその日に若手のそうでしょうけどもね、差がちょっとこの小橋との三冠戦は全日本カードになるのではないかという呼び声も高い今日の三冠戦、小橋対秋山。さあ小橋このチョップ、おっと小橋が一緒、あーっとドラゴンスクリーン戦ってまいりました。橋ここは冷酷、小橋もこれに応えます。チョップで迎撃、エクスプロイダー一発目、小橋立ったバックを取った、ハーフネルトンからのスープレックス、あーしかしテイクアウト、エクスプロイダー場外か、これは腕を決めに、おーっと DDT、 あーっと投げられた、手下切りのチョップ、噛んだ、挟まれた、パワーボム、危ない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 、ドラゴンスクリーン、ドラゴン、あーっとさらに膝を押さえつけ、あーっと本部席か、鉄柵だ、鉄柵に赤コーナーに、非常に若い2人の三冠戦でドラゴンスクリュー、今度は鉄柱か、鉄柵だ、鉄柵だ、29歳と1ヶ月この一生チャンピオンの誕生です。のは三沢でも川田でもありません。そしてサソリ固めの体勢がデスロックになります。チョップで応戦、そしてコーバー出てこなくラリアットがあります。インクラッシャー、小橋立った、ラリアット汗を沈めました。いつ火を吹くんでしょうか。ロープギアの攻防です、ロープギアの攻防、これはチャンピオンが惜しかった。秋山をいつチョップだ、秋山ダウン、大きな声から、おーっとおーっとタンから、おーっと膝を蹴りました、おー同時、そしてあー、スリーダックラック、エクスプロイダーはおっと打てません、ラリアット、秋山がいった、エクスプロイダー、ラリアット、このまま投げた、ぶん投げました、チャンピオン、ラリアット、オレンジクラッシュ、ブルーオン、秋山よ静かにね。